ここはトヨタ自動車のとある工場。ここで車の部品を作っているからくり先生は工作の名人。お家にあるもので車に使われているからくりを利用した楽しいおもちゃの作り方を教えてくれます。左右の腕を振って走ってるみたいだね。未来ちゃん、車についてるワイパーって知ってるかな？これはワイパーの仕組みを利用して動いてるんだよ。ワイパーの仕組みって何？車のフロントガラスやリアガラスについているワイパーは、雨や雪の日でも周りをよく見て安全に運転することができるように約100年前に開発されました。現在のほとんどの車はフロントガラスに2つのワイパーがついています。モーターが回転することで、モーターにつながっているワイパーアームとワイパーブレードが往復運動の動きをします。この往復運動を一定のリズムで行うことにより、ガラス面をきれいにしているのです。今回はこのワイパーの仕組みを使ったランニングロボットを作っていくよ。お家にあるものでできるから、みんなも挑戦しよう。わーい。用意する材料と道具はご覧の通り。ペットボトルは 500ml の四角い形のもの。ペットボトルキャップは穴を開けやすいように水やお茶などの柔らかいものがおすすめです。カッターやニードルなどを使うため、必ず大人と一緒に作りましょう。またホームページに型紙と手順書を掲載していますので、こちらも参考にしてください。まずは必要な部品を作るよ。最初にロボットのボディをペットボトルを使って作ります。好きな面に竹串を通す穴を3つ開けます。反対側の面にも同じように穴を3つ開けます。次にその隣の面に補助輪の竹串を通す穴を2つ開けます。反対側の面にも同じように穴を2つ開けます。最後にボディの背面になる部分を図のように長方形に切り抜きます。次に部品に使う材料を準備します。まずタイヤのシャフトや腕の接続部分に使う竹串を図のように切ります。17センチが1本、15センチが2本、12.5センチが1本、11.5センチが1本、6センチが1本、3.5センチが2本、3センチが2本になるように切ります。次に腕などに使うソロを図のように切っていきます。8センチが2個、6センチが2個、3.5センチが2個、1センチが6個、0.5センチが4個になるように切ります。次に肩とタイヤを段ボールと厚紙、キャップを使って作っていきます。段ボールにコンパスで直径3センチと直径10センチの円を二重で描き、外側を切り抜きます。中心にニードルを使って穴を開けておきます。これを2つ作ります。同じように直径3センチと直径7センチの円を二重に描き、外側を切り抜きます。中心にニードルを使って穴を開けます。こちらも2つ作ります。厚紙にコンパスで直径約4センチの円を2つ描き、1つは中心から 1.3 センチのところにマーキングします。円の外側を切り抜き、中心にはニードルを使って穴を開けておきます。ペットボトルキャップの中心にニードルで穴を開け、10センチに切り抜いた段ボールの内側の円に合わせてテープで貼り付けます。これを2つ作ります。片側には穴が1つ開いている厚紙を上から貼り、キャップの中心にもう一度穴を開けます。
これがタイヤになります。もう一度ペットボトルのキャップの中心にニードルで穴を開け、今度は内側からもう一度穴にニードルを通し、バリが外に出るようにしておきます。内側からくぼんだ部分に穴を開け、すぐに 3.5 センチの竹串を刺します。キャップの穴がすぐに閉じてしまうため、穴を開けたらすぐに竹串を刺しましょう。これを2つ作り、7センチに切り抜いた段ボールの内側の円に合わせてテープで貼り付けます。片方には残りの厚紙を上から貼り、キャップの中心にもう一度穴を開けます。これが肩の部分になります。これで部品の完成です。ボディに部品を取り付けていこう。次にボディにタイヤと肩を取り付けます。上の穴に 11.5 センチの竹串を通し、両端から 0.5 センチのストローを入れ、キャップが外側になるように肩の部分を取り付けます。飛び出た竹串が上下の位置になるようにしましょう。次に下の穴に 12.5 センチの竹串を通し、両端に1センチのストローを入れ、今度はキャップが内側になるようにタイヤを取り付けます。キャップに厚紙をつけた肩とタイヤは同じ側になるようにしましょう。次にボディ中央に17センチの竹串を通します。反対側まで通す前に止めておいて、タイヤがついている竹串に輪ゴムをこうやってかけて真ん中の竹串に通します。輪ゴムを2本かけたら、竹串を反対側まで通してください。輪ゴムがハの字になるようにつけると良いです。次は腕になる部分を作っていきます。8センチ、6センチのストローにニードルで図の通り穴を開けます。この穴に竹串を通すので、抵抗をなくすため竹串より少し大きめに穴を開けましょう。1センチに切った4個のストローは縦に半分に切って平らにし、ニードルで竹串がちょうど通る大きさに穴を開けます。段ボールを下敷きに使うと開けやすいですよ。この小さな材料は竹串が抜け落ちてしまわないカバーの役割をするので、大きめの穴ではなく竹串がちょうど入る穴にするのがポイントです。3センチの竹串に6センチと8センチのストローを通し、竹串の両端にカバーを取り付けます。これを2つ作りましょう。次にボディに腕を取り付けます。中央の竹串に 3.5 センチのストローを、肩のペットボトルキャップの竹串に 0.5 センチのストローを通します。組み立てた腕をこのように取り付けたら、外れないようにカバーをつけます。反対側も行ってください。完成まであと少し。ボディが倒れないように補助輪をつけていきます。ペットボトルキャップの中心に大きい穴を開けます。通す竹串が空回りするぐらい大きく開けましょう。これを2つ作り、テープでしっかりと貼り合わせます。次に15センチと6センチの竹串を先端1センチ程度で交差させ、輪ゴムをたすき掛けをして留めます。短い竹串に2つ合わせたキャップを通して、反対側も竹串を交差させ、輪ゴムでたすき掛けをして留めましょう。ボディの下に開けた2つの穴に竹串を通し、7センチぐらい前に出ている状態にします。最後の工程です。大きめの輪ゴムを使って肩とタイヤを連結します。大きめの輪ゴムを厚紙がついている方の肩とタイヤのキャップにかけたら完成です。できた。早速走らせてみよう。タイヤを後ろに引くことで
車軸についた2本の輪ゴムが巻かれ、ゴムの戻る力を利用して前に進むんだ。この部分がワイパーモーターの役割になるんだ。肩とつながった短いストローがワイパーリンクとして2本の腕を動かしているんだよ。なるほど。このような仕組みはリンク機構と呼ばれています。モーターの回転運動がつながっている部品を他の動きに変えることができるのです。このリンク機構は飛行機の引き込み用車輪やパワーショベル、傘の骨組みなど様々なところに使用されています。前に走るけど腕がちゃんと動かないという人はいないかな。あー難しいと諦めずに作り方を見直してみましょう。なんちゃって。友達同士で競争させてみるのも面白いかもしれませんね。次回もお楽しみに。